綾乃選手を。はい、何でしょうか。師匠にポケカを教えてもらって、うん、早2、3ヶ月ぐらいかな、うん、まあ、師匠まともに教えたつもりはないんだけどねポケモンカードシティリーグ行ってまいりました。お、どうだった？頑張りました。頑張った。あざっす。頑張った。頑張ったって何？ベスト4。ベスト 4?10 何人中？42人中。バカ2人欠席者だろそれ1勝5敗でした。しょうがか。いや、まだなってない。あら、すいません。せめて2勝ぐらいしてもらわないとね。師匠恥ずかしい。すいません。師匠恥ずかしい。もう波紋だよ、波紋。師匠恥ずかしいよ。でもその時に持ってった、うん、あの、無限大なデッキ。無限大なに戦ってきたんですけど。普通にじゃあ次、いいですね。ちゃんと、あの、うん、ビクニキとか、うん、あの、トリッピ博士とか、いろいろ教えてもらいながら、ちょっとガチンコでやってきたんで、うん、今日は俺のそのガチデッキで、はいはいはい、師匠と、まあ甘えてなかったかもしれないけど、うん、師匠とガチ対戦。確かにな。師匠もあるから、あの、ガチなんで、まあエネルギー25枚に抑えてるけど、うん、黒馬デッキがあるから。黒馬で、うん、あ、そう。はい、あるから。まあ、本当25枚あんのエネルギー。25枚。まあ、でも黒馬ならそんなもんか。そんなもんだよ、大丈夫、そんなもんだから。脳がバグってる。そんなもんだよ。で、そんなもんだから。まあ、ちょっとでもガチで戦うから、うん、本来ちょっと黒馬って弱点だから、うん、超有利盤面になっちゃうんだけど、うん、弱点なしにしましょう。あ、いいね、うん。で、ガチンコで対戦しましょう。はいはいはい、はい。でね、まあ、とは言っても僕たちやっぱり、ね、うん、この普通に戦うだけじゃまあ味気ないというか味気ないかななかなかこう味気ないかな血が凍るようなねこう熱い戦いをしたいわけじゃないですか。いいじゃんこれで熱い戦いしたらいいじゃんいいじゃんお互い強いデッキのした、うん、さあここに取り入れたり出し取り出したるは何これおなじみの何これ3000円オリパでございます。知らねえな3000円オリパでございます。3000円オリパね。そう、まあ、そして、まあ、半分が綾乃選手のオリパ、はい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 、そしてもう半分が奈々子さんのオリパなんですけれども、はいはい、今回、はい、師匠に楽しんでもらうように、うん、奈々子さんが考案した、うん、新しいポケカの戦い方、はい、今回はオリパデスマッチとしゃれ込みましょう。オリパよろしくお願いします。全然わからん。ちなみに全然わからん。ルールは簡単。ルールは簡単。お互いのサイドカードにオリパを置きます。はい、うん、あ、出た、それか。それか。そして、相手を倒せば、相手のオリパをどんどん奪うことができる。なるほどね。はいはいはい。だから圧勝だったら相手のオリパ6枚とも取ることができる。なるほどね。まあ、1枚でも多く取った方が有利です。はい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 。そういう、まあ、真剣勝ち勝負のオリパですね。いやいやいや。いただけるんですよね。あ、もちろん、相手のポケモンを倒したら相手のオリパを奪う。あ、素晴らしいですね。そういうルールなんです。もちろん、全部もらおう。サイドカードだから。これ5枚しかないけど、そういうルール？ん？ 5 枚しかないけど。いいところに目が。え？つきやしたね。え？今回のオリパデスマッチの、はいはい。特別ルール。特別ルール？さらにテンションを上げるために、はいはい。最後の1枚は、お互いね、最後の1枚を、うん、サイド取るときはこの相手のこのこれかをくじをこれはじゃあ多分こっちのよりはいいやつが入ってるっていうことなんだね。バカバカこれかバカいくらだよ。2万5000円やばくしだろお前気が狂ってるわ気が狂ってる、怖いよ俺この戦いやばくねえなお前。3515と2万5000だからまあ4万、1や8万円ゴチになります。ガチオリパーチになります。ゴチになります。絶対に相手のゴチになります。オリパーを奪うゴチになります。いきましょう。本気で6でいいかな。はい、オッケー。ちなみに当たり前だけどサイドカードなので、うん、あの抜いたオリパーは使うことができませんで。あ、なるほど。そう使うのか分かんないけどなんだ、ボス SR とか入ってくれたら助かる。あー、3000の方だったらありえるんじゃない。あ、なるほどね。2万5000の方だったら大当たりは、超絶大当たりはリーディエとか出てくるから。あー、使っていいの。いや、使っていい。スタンゴって英歴でも使っていいルールだと思います。オッケー。よっしゃ、じゃあ痺れる最高の試合やりましょう。最初はグー、ジャケン、はい、先行。あ、じゃあここで了解しました。はい、いやー、これでだいぶ回してきた。いや、きちい、これきちいな。きつすぎるお互いきついな、これ。どうしようかな、どっちだこれは。じゃあ、まだこっちかな、普通に考えて。オッケー。
はい、じゃあ行きましょう。行きますよ。せーの、スタート。どうぞ。よろしくお願いします。はい。キリンの推奨します、うん。山田から種ポケモンを、選び手札に加えますと。はい。いや、師匠にいろいろ教えてもらったおかげで僕もこんなに立派になりましたよ。うん、素晴らしいよ。君はよくここまで取れたものだよ。てかよく一生5敗のデッキでそれやろうと思ったから。よく師匠の養分になりに来てくれたよ。あとこれ開いたから。はいはいはい。はい、じゃあなんか指定はある？じゃあ2枚下に下ろしてください。2枚ね、はい、はいはいと、じゃあ黒馬そのまま出します。はい、そしたらここに絵で貼って、はい、終了終了。はい、じゃあ行きます。じゃあまずはスーパーボールを使います。はい、1234567、山札から7枚引いて中に入ってあるポケモンを取り出すことができます。オッケー、いたので、じゃあ無限大な部位を取り出して後ろに置きます。山札組みます。上から何枚下げましょう？3枚で OK です。123、このルール大会のあの会場で初めて知りました。はい、んでまだまだ俺ら別にやんなくてもいいけどな、このそんなことよ。でアクエネルギーをつけたい、つけなきゃいけない、つけなくてもいい、つけなきゃいけない、つけなくてもいい。逆に考えたらガラドジグザグマにつけて、そしてクロバット V を後に置きます。3枚、6枚になるように引くので3枚引きます。はい、微妙だなこれ、すごくよろしくないな。しょうがないな、これマリーします。はい、声戻してください。わー、手札良かったのにな。良かった良かった。残念。だったら良かった。そう良かったのにな。1、じゃあ4枚でーす。よいしょー。あ、いいね。うん。まあまあまあ。そしたら、まだできることはあるかしら？いや、一旦これで、ちょっと待ってね。止まっちゃう。ちょっと考えます。はーい。つけるんじゃなかったら、ジグザグにつけるんじゃなかったら、いや挽回しますか、これで。はい、はい、失礼します。ロー、じゃあ私は進化していきますよ。はい、コグマバトレックス冥界の扉です。うん、効果で、ベンチに、基本エネルギーつけて、はい、ツードローができます。どうぞ。キリンの推奨、はい、2枚。いや持ってんなぁ。キリンの推奨2枚です。はい、いやでもマリーでだいぶ下げられちゃったからな、うん、このカードが。じゃあ黒馬の、はい、2枚で、じゃあデッキは何枚お取りやしょうか。じゃあ2枚で。2枚、はい、はい、よいしょ。でそのまま出します。はい、2台出ます。でこれ効果だったんで、手張りもしておこうかな。どうしようかな。いいかな。いいや、手張りは。はい。終了します。はい。3番。そんなことあるか？きつすぎるな。一回ガラファイ立てて、で、ドン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 。ここはね、まずは、困ってんな。めっちゃ詰まってんね。困ってんな。逃げるでトラッシュして、はい、ガラルシリバーマン下げて無限大な V を前に立てます。いいよ。で、特性で、ガラルファイヤー V にアクエネルギーをトラッシュから1枚つけます。そして、クイックボールロスの指令を1枚下げて中から、1枚引いてきます。はい、クロバット V を引いてきます。はいよ。もう困った時のクロバットウェイマジで。ただちょっとそろそろ立たないと、そもそも進化しないとこれ以上クロバット V 置けないというかなり詰まった状態になってる。クロバット後ろに立てて3枚いきます。1、2、3。おい、マジでいってんのかこれは。いや俺もサポートしててねえからだいぶきちいんだよな。混沌のうねり入ります。はい、で基本アクエネルギーを無限大な V に立てて、パワーアクセルで3エンド。30点。地獄みたいな、地獄みたいな感じです。冥界の扉使います。はい、効果で、
ベンチに貼ります。はい、通道します。うん、大事故なんで2人とも事故ってんすか。師匠、大事故やな。なんで俺に立って、なんで俺がダメージ食らってんだ大事故やな。絵で貼ります。はい、逃げます。さあ来ちゃう。まあ、でも弱いんだよなこれ。かける30だからプラス10で100点、大外出100点で3エンド3エンドです。ちょっと進化しないとクソ詰まってる。うーん、なるほど。これはどうだ。サポートが1枚も引けねえよどうなってんだよ。いや、俺もね、何もできないよマジで。なんでこんなことなってんだ。これ、ここで回るのが、回るのがさ、武器なのに、こんな、え？シティリングでもこんな回んなかったことないぞ。なんでこんなことになっちまったんだ。おめえのマリーがぶっ刺さっちまったよ。うわぁ、なるほど。これは、どうしようかな。じゃあ、はい。ポケモン入れ替えで無限大な部位下がって、はい、ジグザグの君前に出します。はい、はい、でこれびっくりすると思うんですけれど、挽回します。なるほどね。いや、オリンパー楽しみやな。あれいや、でもまだ冥界の扉、あ、1個だけ戻していい？戻していいか、やっていい？ごめんね。いいよ。じゃあ、ボスの指令で黒馬の部位前に出してください。はい、それでターン返します。やばいね、やばいよそれ。やばいよ。引きます。はい、じゃあこっちの効果で、冥界の扉、はい、こっちのベンチに貼ります。はい、そうすると2ドローできます。はい、これでいけるかな。進化の効します。はい、進化の効で、黒馬とここにその進化しちゃいます。はい、でその前に。クイボも使っておこう。うねりしてというクイボ、はい、からの止まってくれ止まってくれ。はい、黒馬の出ます。はい、でそうだな、霧の水晶も使っておこう。はい、霧の水晶で基本エネルギーを持ってきます。はい、基本エネルギー。でここまで動いたら、はい、敵何枚起こりますか。2枚で。はい、じゃあこれでここが出しとく。あー、取ってきてるな。最後に2万5000ボリから上だから気をつけて。いやでもやがて俺のものなんでしょ。アローラが入ってくるかもしれない。やがて俺のものなんでしょ当たったらそうだよ。じゃあここの効果まだ使ってないので、はい、あ、てかん、今俺持ってきたの落としたな。金融水晶で持ってきたの。はい、いいいい。で、ここの冥界の扉の効果でここにくっつけます。はい、あ、見せないわ、見せないわ。ありがとう。からのせやな、どこかな、金つけとくか。いや、シャドウミストしようかな。はい、シャドウミスト10点。はい、次の番、相手は手札から特殊エネルギーをつけられずスタジアムも出せませんと。はい、了解しました。どうぞ。はい、頼む、このカード嘘でしょ、嘘だと言って。本当です。あ、本当だって。じゃあしょうがないね。ガラルジグザグマにアクエネルギー立てて、ごめんなさい、逃げます。はい、でガラファイヤー前に出して、そして、特性で前のガラルファイヤー V にエネルギーをつけます。はい、そしてエネルギー付け替えで、このアクエネルギーをこっちのガラルファイヤー V に立てて、はい、そしてだ、そして、あ、普通にダメージを逃げないのが何だろう。今アクエネルギー今超何枚つける3に、まあこいつが逃げたら2345150160、冥界の扉込みだと、うん、190だね。130180プラス10だから190。ちょうど知るな、ガラルファイヤーちゃん。オーラバーンしたら、オーラバーンしたら分かんない。俺の手札にエネルギーがないかも。あるだろ、25枚もあんだから。分かんない、エネルギーがないかもしれない。25枚もあんだからさ、たまたまエネルギーがないかもしれない。確かにね、うん、ここはしょうがないか。
こめっちゃ悩みどこだけど、ちょっと悩みどこだけど、どっちの方が嫌だどっちの方が嫌だ、アイドル。何が？何にされたか嫌だ？ターンエンド。ターンエンドがいい、ターンエンドがいい。ターンエンドがいいかな。ね、じゃあね、コクバトに、オーラバーンで190点。はーい。はい、計算いたします。で、俺は、いくよ。90点、じゃあ冥界の扉の効果、はい、こっちに貼ります。あるじゃん、じゃあどうします。あるじゃん。うん、どうしようかな、これ。うん、何でもいいんだよな。困ったなお互いずっと困った。そして俺はいつ VMAX を出せるんだ。俺はこんな VMAX を出せない無限大人気、俺は知らない。じゃあ俺は動画映えを撮るぜ。え？動画映えを撮る。はい。お前を助ける。え？マリー。マリー、サンキュー。本当のことじゃないんだけどな。マリー、俺は動画映えを撮るぜ。動画映えを撮ってくれたぜ。俺は動画映えを撮るぜ。リンさんよ、動画映えを撮ってくれたぜ。ほら、お前だ。なんか微妙なんですけどそれは私の知らないことだ。じゃあこっちの方がまだ使ってないんで、こっちの冥界の扉で、はい、ベンチここにあります。はい。で、2ドロー。手張りがまだだけど、入れ替えちゃおうかな。入れ替えしました。あー、引いたんかい。入れ替えしました。じゃあ失礼しまーす。やばい、失礼しまーす。気負った。失礼しまーす。手張りがまだなので、こちらだ。ホラー蝶のエネルギーを補充になります。はい。そしたら、ん、まだいけるのか。しかもこれ進化残します。やばいやばいやばい。こうなったら強いぞ。やばいやばいやばい。これ前のターンだったんで進化します。やばいやばい。はい、ここ重要ですよ。何枚送りますか。2枚送ります。2枚送ります。はい。じゃあこいつの効果が出ます。はい。2階の扉、こいつベンチなんで、ベンチにつけて、はい、2ドローできますと。あとは、あ、これさらに強くなれるな。いや、でもな、まだいいかな。じゃあ、冥界の扉を打ちます。おそらくワンパンだと思われます。1、2、3、4、5、6、ワンパンだよ。7、8、9、10、330点です。はい。やばっ！常に330点の？330点です。はい。じゃあ2枚取りまーす。はい。なんだろうこれ。ここで向いていいの？向いていいよ。じゃあ、2枚取りました。せーの！あー、これいくら？3000円か。そうね。3000円。これ500円くらい？500円からそんないかないよね。雷エネルギーいってください。もう1枚あります、僕のサイド。せーの。はい。お、あれ？あー、パルスは雷やな。使えるかも。雷やな。ここからちょっと出せる。壁にはなるかもしれない。壁にするのはありかもしれないな。どん詰まってる、マジで。押すと捨てるか。大変だ、大変だね。どうしよう、どうしよう。押すと捨てるか。いや、来たんだけど、何もならない。無限大の VMAX に進化します。なんなら、困りましたね。マリーされたことにやった。どうしよう。クラッシュハンマー。はい。前の、コクバトに、ね、はい、あ、割れます。だからどうしたって感じなんで、いや、でも俺の手札になかったら冥界の扉ベンチにしかつけられないから。ガラルジグザグまで、はい、10点を、あ、やばいやばいやばい、あと10点で死んじゃう。で、ガラルファイヤー V の効果で、はい、エネルギー立てて、で、アクエネルギー立てて、逃げます。なんだこれ、なんだこの地獄みたいな。はい、ターンエンド。なんでやな。ゼロ。そしたら、ワンチャン博士も来てるんで、こんなに回らないの、シティリーグでもなかった。どこ行こうかな。進化の落としよう。はい。ひょっとしたら負け筋になるかもしれないけど、進化させるか。もう進化させまーす。はい。黒板。
はい、あ、2枚で、はい、2枚、はい、よいしょ、進化させる、うん、じゃあここの効果からこうかな、ここの効果で、はい、ここにくっつけます、2枚引きます、これ手張りです、はい、じゃあここの効果で、はい、こっちにつけます、はい、2枚引きます、はい、じゃあここの効果で、はい、ここにつけまーす。やめてー、師匠許して、師匠ここで引き分けにしたいか、師匠、いやーダメだねー、ダメダメダメ、ここで引き分けにしたいか、師匠、それはダメだよ、七子くん、それはできないお約束だよ師匠それはできないなー、七子くん、まあおそらくワンパンでしょう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 なので、ちょうど400点かな、ちょうど400点です、3枚取ります、師匠ここで引き分けにしとかないでしょ、3枚取ります、もう取った分はいいから、よいしょあ、おもろげか、いや残念やな、せっかくのオリパなのにな、あ、ドドリン V、 お、あ、ドドリン、VMAX は結構いいんだけどね、普通のサリンだとサリンだとサリンだとそんな、あーデスリンクのデビカチュー、スリムスリム、スリムスリム、やべえ、スリムスリム、爆当たりじゃん、ありがとう、すごい、うわありがとう、シャトパチします、やめろ、シャトパチします、シャトパチします、全部勝ちよ、そしてもうここでここで終えないかっしょ、ここで終えようとしないか、ね、ダメダメダメ、俺はこいつが欲しい、師匠、俺はこいつが欲しい、師匠、師匠ああ楽しみやな、楽しみやな、大事故した楽しみやな、大変のまんだかな、お守り大ガイスだ、大ガイスこんな回らんかったの初めてじゃん、いやー悪いな悪いな、じゃあ25,000円いただきます、また遊ぼうな、全部なくなったまた遊ぼうな。はい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 。めっちゃ汗かいてる。何出てくるの？何、なんだろう、なんだろうこれ。怖いな。どう？なんか何枚か入ってるね。折れないように何枚か入ってる。何がどこのやつなんだろう。あ、まだわかんない。これはまだノーマルだ。はい。はい。はいはいはい、これはね。はい。シシコ。これはもらっていいんですか？それはあげる。ありがとうございます。これも多分ね、飾るから、ね。もらっていいです？うん。これはあげる。ありがとうございます。ありがとうございます。いきますよ、はい、せーの、はい、あーこれいくらぐらい、あーどれぐらい、すごい、ちょっと2万ぐらいじゃないかな、おお。多分そうだよね、この三振スペース2人ともわからないでスリーブスリーブ、はい、はいはいはい、スリーブスリーブ、はい、させていただきます、スリーブスリーブ、はい、いやー悪いねー、いや、いい勝負でしたね。いやー、ありがとう。まあ、ありがとう。じゃあ、またやろうね。バンドピカチュウ、嬉しいわ。うん、これまたやりましょうね。またやろうな。はい。またやろうな。ぜひやろうな。また次はもっといいカード仕入れといてな。師匠、よくわかってないかもしれないけど、うん、これも師匠の。あ、これも俺なの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 悪いなぁ。イエスさん。イエスさん。イエスさん、ブイ。悪いな、全部これも全部俺のなのかえこれはえいいやつじゃない、めっちゃいいやつじゃない、これ多分多分いいやつも見たことないもん、ちょっと待って、スリーブ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 、これ多分1万ぐらいいくんじゃない、多分マジで、はい、次はおえぇーえぇーぶっ壊せこれぶっ壊せこれあいえあいえあいえスリーブスリーブあいえスリーブ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 、これこれなんでなんでめちゃめちゃ運がいいんだこれ。ちょっと待って。はい、まだ行きまーす。あ、ポプラ。まあ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 。ポプラだ。まあまあポプラ。ホッとするポプラで。ポプラでホッとするな。はい、次行きまーす。どんどん行くで。ザマゼンタ。うい。
や、やばっ、この2枚。え、バクワードどころの話じゃないじゃん。バクワードどころの話じゃない。いや、だからお前やめらんなくなんだよ。ダメだよ、当たり出したら。だからやめらんなくなんだよ。あ、これなんかもう光ってんのが見えてんだ。あ、でもこれ外れなのかもしれんな。光ってる方。光ってる、どうなんだろう。うわ、なんか全部光ってた。これは多分大丈夫かな。うん、どっちかが。はいはい。はいはい、じゃあ、デスマンいただきますね。じゃあ、一緒に行きます。せーの。ほい。うん、やばいな。ちょうど25,000円。やばいね、これは。スリーブ、スリーブ。大当たりはそれはないけど。スリーブ。師匠、じゃあ、ドバクアドじゃないですか。これは、いいのかな、もらって、本当に。本当にもらっていいのかな、これ。師匠、ちょっと気が引けてきたね、これ。ちょっと気が引けてくるな、これは。師匠、ご飯をおごってもらったらそれでいいかな。師匠、今晩のご飯をおごってもらったら、それでいいかな。師匠、ちょっと。これは、ちょっと、師匠、ちょっと無理だよ。さすがに。さすがに師匠、これ無理だよ。さすがに当てすぎだよ。当てすぎだよ、これは、さすがに。師匠、師匠、ご飯ご馳走するから、うん、ちょっと僕は後で再生させてください。あ、いいよ。勝ったらちょっとね、あ、いいよ。後で分配予想という形で。じゃあ、一旦まだもらっといていいのかな。そうだ、一旦じゃあ、師匠にお預けて。師匠、じゃあこれ。じゃあこれ、じゃあ次のバトルで、そうですね。じゃあもし、俺が仮に勝ったらもうこれは、勝ったらじゃあ、もう預かっちゃうからね。わかりました。それぐらいの気持ちで来ないと。わかりました。うん。じゃあこれ全部師匠のということで。はい。じゃあ。いやー、美味しいパックありがとう。いや、怖っ。こんなもらったの初めて。ねえ、VMAX があんな立たないの初めてだったんだが。いや、君のデッキはいいデッキだよ。でも、誰を相手にしてるか忘れたらいけないよね。ぶん回ってたなー。誰を相手にしてるか忘れたらいけないよね。というわけで、はい、オリパデスマッチでした、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。再戦します、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。